10月8日、女子ゴルフの国内ツアー、スタンレーレディスゴルフトーナメント、静岡県、東名カントリークラブが開幕し、注目国の部のひな子は5バーディオンボギーの71で、初日を終了。首位と5打差の1アンダー28位体で、まずまずの滑り出しを切った。 直近3大会で全てトップ10に入り、このところ副長気配を感じさせている渋野ひな子。いい流れでコースへ飛び出したこの日は、前半に8番でバーディを奪うも、9番でボギーを叩いて折り返す。後半は12、 13番を連続ボギーとした後、14から16番で3連続バーディーさらに17番をボギーと、出入りの激しい展開の中でのフィニッシュとなった。ラウンド後のインタビューでは、ちょっと途中流れが悪くなってしまったと反省の色を浮かべながらも、 パッティングが入ってくれてアンダーまで戻せたのは良かったと、忠実のコメント。12。13番で2連続ボギーをした、後に3バーディで、前のスコアに戻せたのは良かったと、ほっとした心境を明かした。さらに、13番でシャンクを打ってしまってあって、感じだったが、 ボギーで追われたのでまだ残りホールがあると切り替えられた。OB だと思って一瞬ドキッとしたが、シャンクで済んでよかったと、プレー内容を振り返ると、明日へ向けて一台一択位の残らないゴルフにしたいと気持ちを切り替えている。スタンレー・レディス、渋野日向子は1アンダーの28連覇狙う稲見。 モネは4位発進女子ゴルフのスタンレーレディス初日8日静岡透明 CC イコールパー72渋野ひな子22イコールサントリンは5バーディー4ボギーの71で回り1アンダーの28位につけた1213番の 連続ボギーで流れを悪くしたが、15番から3連続バーディーで立て直した、13番でシャンクを打ってしまってあってかんでしたが、ボギーで追われたので、まだ残りホールがあると切り替えられました。OB だと思って一瞬ドキッとしましたが、 シャンクで済んでよかったですと気持ちの切り替えがうまくいったようだ。6アンダーで首位の薄い例下、22イコール、ディライトワークスと5打差で迎える2日目に向けて、明日も1大一打区位の残らないゴルフにしたいと意気込んだ。また、大会連覇を狙う東京五輪銀メダルの稲見もね、22イコールと蓄電機は、 首位と2打差となる4アンダーのようにスタート。先週の日本女子オープンは優勝争いに絡めず52位だったが、途中から先週よりはショットの安定性というか、これくらいなら、という感じでできたのでその辺が良かったかなと思いますと振り返った。徐々に調子を戻しているようで、 毎日アンダー出して伸ばせて順位上げられたらいいなという感じですと二日目以降の戦いをイメージした。薄い玲華は6アンダーで単独首位並みは5位タイ。西村は11位タイ大会が開幕し、22歳で未勝利の薄い玲華が1位イーグル。5バーディー。 1>, 1ボギーの66で単独首位発進した。小岩井桜。山下美悠優,優。アマチュアで18歳の佐藤美優、茨城、秋秀学園日立高が1打差の2位に続いた。賞金ランキング1位で、前年発射の稲見モネラ6人が68で5位。 西村優奈ら9人が69で11位につけた。前週の日本女子オープンを制した勝美な注目の渋野日な子は71で28位、発信だった。次のオーディオビデオでお会いしましょう。